章のうちへ住み込みで入るわけです。私の場合は10年間時間があれば外の植物でも写生をしょっちゅうしろと、それはもう口癖のように言われました。師匠のうちで夜仕事終わりますよね、すると余った時間もう8時9時ですよ、また机に向かって自分の勉強、それの繰り返しでしたね。色差しをするための基礎ですよね。糸目をきちんと引いとかないと友禅の時に泣き出てしまう。それには糸目のりをきちんと置くっていうのがまず第一です。図案描く時にはすでにもう完成品が頭に入ってるんですよ。私の場合はね、どっちかというと写実的なのが得意ですね。ちょっとなんていうんですかね、崩れたようなのは苦手です。もういいなと思ったものはもう何でも、もう図案を作って自分で作っていくんですけど、東京らしいと言われればやっぱり少し落ち着いた感じで、少しかっこいいような京友禅っていうのはどちらかといえばもうちょっとデザイン化したもの、その京都のやっぱり長い歴史の中で一つの桜の花びらを取ったとしてもいろんな形、それをデザイン化していく。で、東京の場合はそういうデザイン的な部分よりもやっぱり江戸から続いているその武家の社会なのかな、どちらかといえば、まあ、シック色目的にもシック落ち着いた感じですし、どちらかといえば華やか綺麗っていうよりは少しかっこいい要素も含まれてくる。やっぱり大切なのは色、技術的な難しさもまあ確かにあるんですけども、最終的な作品作りになってくるとやはり色ってやっぱ大切なのかなとは思ってます。
糸目置いてあるじゃないですか、ブルーの糸目に。あそこと糊との間に隙間があるとそこに色が入ってきちゃうんですよ。で当然糸目糊には外に出てしまうとその部分だけ白く染めぬ染まんなくなっちゃう。なので糸目からも出ちゃいけない。だからそういう意外と細かいところを気をつけて糊を捨てていくという作業になっていく。やはり東京で住んで、まあ自分なんかもそうだけども、この新宿で生まれて新宿で育って、もう50年以上ここにいます。でそういう中で育ってきたデザインもしくは色使いみたいなのが多分出てきてるとは思うので、まあよりこの先、まあ、東京らしい染め物が出来上がっていけばいいかなとは思ってます。まあ、未だにね、完璧と思えるようなものっていうのはなかなか上がらないし、まあ、日々努力って大切なことですよね。まあ、努力というか作り続けていく。多くのことを完璧に教えるのはなかなか難しい。でもその10分の1でも少しでもなんかその東京で染めてるっていう感覚を作っていく中で多分学んでいけるとは思うんですね。なのでそうやってもしかしたら本職になる方もいらっしゃる。そういう人がなんか増えればいいかなとは思っています。